ええ、楽しんでいただけたようで何よりです。モルガナの美学のおかげやね。全員で行動した結果だな。けどライブってすげえな。会場のみんな希望が湧いてくるって喜んでたぜ。そう言ってもらえると嬉しいな。でもね、私たちもみんなの笑顔を見ると希望が湧いてくるんだよ。希望。あ、モルガナ？ミューズのみんなのライブで大事なことに気づいちまった。いくら大事な作戦前で不安だっつっても、希望は忘れちゃダメだよなってさ。モルガナも不安だったんだね。希望を忘れるということであれば、私たちも同じだったのかもしれません。うん、そうだよね。今度のライブうまくできるかなってすごく不安だったし、まだちゃんと合わせられてないのに、テスト前で思うように練習ができなくなったんだもん。不安にもなるわよ。勉強もステップの練習も一人でできるかなってドキドキだったにゃ。ですが、今は希望を持って進んでいけるような気がします。うん、きっと本番でも今日みたいなライブができるよね。ここでお前らと会えたのってただの偶然じゃないのかもな。不安だらけの我が輩たちのこと見かねて、誰かが背中を押してくれてたとか。なわけねえか。もしそうやったら素敵な話やね。うんうん、きっとそうであってほしいな。さて、そろそろ帰るか。希望を思い出した今の我が輩たちなら帰り道だってギリ見えるはずだぜ。もうお別れってこと？一緒に踊れて楽しかったし、ちょっと名残惜しいわね。お別れなんて寂しいよ。もっと一緒にいたいにゃ。ダメよ、モルガナは自分の居場所に帰るんだから。そういうことだ。じゃあな、ミューズのみんな。ありがとう、モルガナ。元気でね。あれ？さっきまでみんなと一緒にいたような夢だったのかな。おはよう。今日もいい天気だね。おはよう、花香ちゃん。これで全員集合しちゃったね。あ、本当だ、みんないる。登校中に全員揃うなんて偶然だね。で、なんか同じことちょっと前にも言ったよ。そういう夢でも見たんじゃない？あ、そうか、夢だ。クマは急に素敵なステージ衣装に変わって、あとぬいぐるみみたいな可愛い猫とライブで一緒に踊ったような。猫って言ったらモルガナに怒られちゃうんじゃない？そうそう、猫じゃねえし。でね、知ってるの？ここにいる全員同じ夢を見たらしいのよ。さっきもその話で盛り上がってたんだから。不思議な偶然もあるものです。でもいい夢でした。できればもう一度あの衣装を着てみたいですね。じゃあ今度のライブに向けて実際に作ってみようかな。衣装について覚えてることがあったら教えてほしいな。それとっても面白そう。新しい衣装楽しみにゃ。今度のライブといえば不安だったステップも今は頑張ればきっとできるって気がしてるの。そうね、あれこれ悩んで立ち止まるより信じて動いてみる。そうすればきっと最高のライブになると思うわ。すっごく楽しみだね。歌を聴いてくれるみんなと希望を分かち合える、そんなライブにしたいな。ええ、いいライブにするために頑張りましょう。でもその前にまずはテスト勉強ですね。希望を持って